私も超バカですが、車に立てかけといて忘れてて車出してしまって、車で自転車引いてしまいました。頭悪いです。ショック。もうこの、まあ鉄ゲタだからいいんですけど、取り替えないとダメですね。家に帰って直します。自転車を自分で引いてしまいましたが、気を取り直して次元寺まで戻ってきました。お参りしていきます。自転車を引いちゃった後、気を取り直して秋保スポーツセンターに来ました。火曜と水曜は去年からずっと休みなんだそうですね。でここに私の知り合いがいるんで、今ずっとお話ししてました。しばらくお風呂もなんか調子悪かったみたいなんですけど、直して先週から入れるようになったって言ってましたね。まあ、コロナの影響で随分お客さん減ってるみたいですね。またちょっと来たいと思います。鎌草ダムに移動してきました。損傷箇所はなんか前輪を引いてしまったので、まあ、この辺りとかですかね。もうホイールはぐにゃっとなってます。これはどうだったんだろうな。ちょっと外してみようかなとは思いますけどね。まだ雨降る前なんで景色はいいです。鎌草ダムからエンディングを撮りたいと思います。今日は午後から雨の予報だったので、まあ、朝5時に出発して、二口というところに行きました。で二口本流沿いに、まあ、林道が通っているので、まあ、昔登山で沢登りで通った、山域なので懐かしいななんて思いながら、沢登りはパートナーがいないと登れない登り方なので、やっぱり一人で登るのは危ないので、最近全然沢登りはやってなかったんですけど、沢の周りを自転車で行くことができて、少しだけ沢の雰囲気を味わうことができた楽しいライドだったのですが、まあ、その後そうですね、こう焚き火したいななんて思って河原に降りたりして、誰かがその残してった、ガス缶の残りだとかペットボトルを回収して、ゴミがきれいになってよかったななんて思って車のところに帰ってですね、車に自転車立てかけといたんですけどね、しっかり運転席に座って休んでたら、その立てかけてたことをすっかり忘れて、そのまま車走り出しちゃって、自分の車で自転車を引いてしまいました。で幸い、まあ、フロントのタイヤだけがぐにゃって、ホイールがぐにゃってなっただけで済んだ感じです。まあ、さっきいろいろ点検して、ハンドルはまあ曲がってたんですけど、ハンドルといいますか、向きだけが曲がってたんで、それは後で直そうとは思いますけど、フロントフォークはなんとか大丈夫そうですね。まあ自転車屋に見てもらえってところですけど、まあそんな感じで今のところ大丈夫そうなので、帰ってちょっと直したいと思います。でそんなこんなのまあ旅でしたけど、今日も雨が降る前に、楽しむことができました。今日は以上です。終わります。またよろしくお願いします。